もうありえない、こいつ最低だよ。ちょっと瑞希ちゃん落ち着いて。だって奥さんも子供もいるのにこれだよ。気持ちはわかるけど、これも仕事だからな、瑞希。お兄ちゃん。よしよし、これは3日前、ある女性から引き受けた浮気調査の依頼。つまり、旦那さんとは長い付き合いで、奥様の妊娠を機に結婚されたと。そうなんです。でも最近、主人の様子がおかしくて、こっそりスマホを覗いてみたら、これが、マッチングアプリ？おい、静かにしろって。主人は、昔からモテる人でしたから、心配で。では、調査して、5日後に結果を報告しますね。お願いします。キャラメルコックポーン。というわけで、ゲス旦那の浮気調査が始まった。あの人が旦那さんか、どう見ても普通のサラリーマン、浮気するようには見えないね。いや、よく見ろシュン、あの清潔感のある身なり、ちょっと遊び心のあるネクタイ、さりげない優しさと爽やかな笑顔。うわ、女の子だけじゃなくておばあさんもメロメロ、好感度高そう。でもあれはパフォーマンスだ。ゲス旦那の特徴その1、浮気とは無縁そうな好印象。課長、おはようございます。見ましたよ。優しいんですね。はあ、おばあさんを助けたことで女子社員といい感じになってる。そういえば今度総務の送別会があるんですけど、お店選びに苦戦してて。ああ、それなら。うわ、すぐ候補のお店が出てきた。デートにリサーチは欠かせないからね。ゲス旦那の特徴その2、美味しいお店に詳しい。そのお店良さそうですね。じゃあ今度一緒に下見に行く。予約入れておくよ。ありがとうございます。え、あれ、今さらっと約束を取り付けた。既婚者は特にデートなんて言わない、何とでも言い訳ができる形で約束を取り付けるんだ。確かにさっきの話だと送別会のお店の下見だもんね。ゲス旦那の特徴その3、仕事を装った計画犯的デート。これでしばらくはすることないね。瑞希からだ。お兄ちゃん、今ゲス旦那から届いたメール転送した。ほんとマジありえないわ。え、マッチングアプリ？そう、瑞希に登録してもらってゲス旦那とコンタクトを取ってもらったんだ。ワインが美味しいイタリアンとフカヒレのうまい中華、どっちがいい？今週木曜か金曜の夜にどう？だってさっき別の女の子とご飯の約束をしたばっかじゃん。ゲス旦那の特徴その4、いい女の子はこまめにハント。マッチングアプリは時間も場所も人目も気にならないからね。やりたい放題じゃないか。しかも気づいたか。え？メールの文面にダブルバインドが使われている。ダブルバインド？イエス、ノーで質問するんじゃなくて A or B で聞いてどちらかを選んでもらうんだ。あー、それ絶対成功するやつじゃん。女の子の心をつかむ技はしっかり心得ているよね。抜け目がないね。ゲス旦那の特徴その5、心理学にやたら詳しい。夕方。あ、定時に出てきた。奥さんには忙しい時期だから毎日残業って言ってるんだよね。もう2ヶ月も続いているらしいよ。あの様子だと忙しいのは仕事じゃなさそうだね。あ、スマホ見てる。相手は誰だろう。あ、女の子が来た。いきなりホテル？マジか、可愛かったなあの子。嘘だろ。マッチングアプリは恋人が欲しい人だけじゃないからね。てかあの子も可愛かったけど、奥さんもめちゃめちゃ綺麗な人だったじゃないか。ゲス旦那の特徴その6、利害関係が一致している相手には直球。2日目、3日目、4日目。トールくん、あのゲス旦那毎日だよ、毎晩だよ、なんなの、あけもんなの。さすがに俺もここまでとは。ちょっと待って、今多目的トイレから女の人と出てこなかった？見間違え？ゲス旦那の特徴その7、とにかくいろんな意味で若干病気。これあの奥さんに報告しないといけないんだよね。気が重いよ。そうだな。お兄ちゃん、これゲス旦那との食事明日に決まったよ。おお、ミスキよくやってくれたな、ありがとう。明日奥さんとそこ行くの？ああ、全面対決だよな。修羅場になるよね。離婚かな。かもな。翌日5日目。お待たせ。お、今日友達も連れてきちゃった。友達？ああ、まあ3人っていうのもなんでお前あなた、もう何も言うことはないわ。今までありがとう、お疲れ様でした。ごめん、頼む、許してくれ。最後に一つだけ聞かせて、なんで浮気なんてしたの？それは出来心というか、そのとにかく悪い、もう今後一切しない、誓うから。うわ、相当見苦しいわね。全然反省してなさそう。土下座とはまさに苦肉の策だな。ゲス旦那の特徴その8、バレたらすぐ土下座。
こうして5日間の浮気調査は静かな幕引きとなった。しかし後日奥さんから夫婦として一からやり直すことにしたという思いがけない連絡が来たのだ。あの夫婦結局離婚はしなかったね。ありえないよ、あれだけのことしておいて。あの奥さん何なの、女神なの。ゲス旦那の特徴その9、なぜか奥さんの女神率が高い。あーもう、私が奥さんだったら八つ咲きにして街中引きずり回してやるわ。おいおい過激だな美月。まあでも美月と結婚した男はなんか幸せな気がするよな。え、そうかな。 お兄ちゃんと結婚する女の子も幸せだと思うよ。もし美月ちゃんの旦那さんが浮気とかしたら僕絶対に許さないから。え、シュン君。まあ僕が美月ちゃんの旦那さんだったらそんなことしないしね。だって毎日みずきちゃんとあんなことやこんなことまでできちゃうんだから。もううっつい、やっぱ私の顔見ないで。金輪際私に近づかないでくれる。え、僕生きてる価値ってあるのかな。おーいチュン、戻ってこい。みんな見てくれてありがとう。今回の話はどうだったかな。動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしく。ベル通知ボタンも押しておくと動画がアップされた時すぐにわかるから押してね。次回もお楽しみに。